ラジ生放送です。この時間が今日一日のハイライトになることでしょう。ラジオネームみちこ、ラジオネームあおとも楽しみにしてくれてんな。伝説のピカチュウもスーパービーバー大好き、いつも楽しみと。だったら皆さんの声を聞いてみましょう。フルメンバーですから。ではスーパービーバーの皆さん、自己紹介をお願いいたします。はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。ほいよ。ギターの柳沢です。よろしくお願いします。そしてベースの上杉です。お願いします。さらにドラムの藤原です。よろしくお願いします。おかえりスーパービーバー。お願いします。お願いします。いやちょっと待って、大体ゲストの時間ぐらいからテンション上げる人が多いと思いますけど、もうクジラジ始まってから、はい、もうみんなテンション上がってましたね。これ渋谷君、もうやっぱクジラジって特別な感じですか？自分で言うのもなんですけど。いやもう嬉しいです。しかもずっと僕ら自分たちで収録っていうか録音して、はい、お送りして流していただいてるんで、うん、なんかこういうふうに番組にクジラジにこうやって出させていただくの結構久しぶりだから、うん、とっても嬉しいです、ね、今年の12月でもうコーナーをやり始めて3年になるらしいですよ。おお3年ですか。3年か。これはすごい、すごいね。で、今は、メンバーそれぞれ別で、柳はどうですか、こうやって久しぶりクジラジ生登場っていうのは。いや嬉しいですね、やっぱりこうやって、うん、リアルタイムでこう会話をするっていうのってやっぱすごく嬉しいなって、まあ今年はなんかことさら強く思うような気がするので、はいはいはい、こうやってオークボックスさんとお話できるのもすげえ楽しみです。いやこちらこそですよ、ね、これ大体一番最後に言いますけど、僕たちスーパービーバーのこと愛してるか。上って居酒屋みたいな感じになってきますけど。藤原くん元気ですか？元気です。もう最近何かハマってることとかあったりするんですか？はい、はい、ハマってること。なんだろう、けどそうだな、まあずっとお家にいたりもしたんですけど、はいはい、最近はまあ結構もう外も出れるし、はい、スタジオとかも行ってなかったんですよ、本当当時は。けど最近はもうスタジオ行けて喜びが爆発して、ドラムめっちゃ叩いてて、スタジオ行ってやっぱなんで立ってもメンバーに会えるってのはテンション上がるもんですか？うん、嬉しいですよやっぱり。はい、そうですね、こうなってみて、おい、なんで嫌そうな顔してるの？いやいや、みんな首かしげて、マジかって、仲いいんだから、本当。リーダー、上杉君から見て、はい、最近のスーパービーバーはどうですか？いや、でもなんかね、やっぱこう、どんどんライブの予定とかも決まってきたりとかして、うんうん、やっぱどんどんやっぱバンドがバンドらしく動いてっていて、みんなワクワクしてる感じが、ちょっとずつなんかね、うん、取り戻しているというか、うん、もう、燃えてっていう感じはしますけどね。いやー、魂がこうね、うん、入ってくるというか、それこそスーパービーバーといえば12月12日土曜日夕方6時から広島グリーンアリーナで開催されるライブイベント「結びの夢番地」に生出演決定でございます。ありがとうございます。これもなんとかしてね、広島でお客さんに生のライブを楽しんでほしいと夢番地さん、まあ、イベンターさんがね、熱い思いをスーパービーバーに届けてくれて、すぐ渋谷君答えてくれた感じですかね。いやもうとっても嬉しいお話だったし、はい、もうどれだけ行けてないんだろう広島にって感じだったので、もう何が何でも駆けつけたいと思いまして、すぐにお返事させていただきました。このオファーが来た時、じゃあ柳いかがでしたか？いやまあ本当にそのさっきリーダーも言ってましたけど、うん、そのまあ今年ライブができなくなってしまったことも多かったので、はい、やっぱりこう改めてライブの予定が入るっていうことが、うん、やっぱすごくね、嬉しい気持ちだったんですよね。で本当にドイヤも今言いましたけど、その広島に足を運ばせてもらえるっていう、そういう機会があるっていうのは本当に嬉しいなっていうので、かなりテンション上がりましたね。いや僕たちもテンション上がりました。スーパービーバーが広島グリーンアリーナだって、これ広島ではコロナ禍以降初の5000人規模のライブですから。すごいなすごいことですよ。確かにな、すごい。そのあたり藤原君どうですか？いやなんかそんなタイミングで僕らに声かけてくださって、本当めちゃくちゃ嬉しいですけどね、単純に、うん、もうクジラでね、ずっと3年ぐらいこのやってるんで、スーパービーバーって広島出身じゃないと思ってる人もいるんじゃないですかね。そうかもしれないですよね。本当ですね、確かに。いやいやいや、リーダーはこのライブで広島にっていうのはどうですかね？はい、
やそうですね、うん、もう全然行けてなかった分本当にいいライブしたいって本当に心から思ってますよね。うわ、うん、嬉しいな。まあ、ただコロナウイルスの感染対策で声とか出せないじゃないですか、うん、はいはいはい、そのあたり声出せなくてもやっぱ体と魂でつながっていくぜみたいな感じですか。いやもうそれはもう全力で届けますよ、そういう条件の中でも、ね、僕たちが、はい、で昨日はジオーラルシガレッツの、ね、あの方と電話、ね、山中さんと電話つないだんですけど、でビーバーとはこの間までツアーが一緒で、はいはい、一緒にやってたら結構途中からバチバチになってきて、うんうん、負けたくないんすよねって言われてましたけどそうなんだこの辺りいかがでしょうか。頑張ってくださいとお伝えください。頑張ってください。でも頑張ってください、やばいね。面白いねそれ。でもあのオーラルとかスミカとのこのスリーマンっていうのはどうですか。うんうん、初めての組み合わせですね。それぞれあのスミカともオーラルシガレッツともあのそれぞれ交流があって、うん、ツーマンもしたことはありますけど、はい、この3バンドが交わるってことは今まで一度もなかったと思うので、うん、しっかりと腰据えていいスリーマンになったらいいなってワクワクしてます。ね、それが広島で実現、はい、あ、これはラジオネーム前歯とかエミカも12月12日行きますとか、宮沢トゥーザトップもビーバーに会えること、広島で大好きな人たちと生きて会えることは当たり前じゃないなと気づくことができた1年でした、うん、まあ確かにそうですよね。そうですね、この1年、まあ、振り返る季節にそろそろなってきそうですけどどうでした。もうやっぱ大変でしたね。あ、いやもうその言葉以外出てこないですね。あ、だからこそ締めは一発バチンとライブでってところありますか。そうですね、まあまあ本当におそらく今年2020年、うん、最初で最後の広島になると思うので、はい、今年もよろしくお願いしますと来年もよろしくお願いしますとどっちも言いに行かなきゃいけないっていう、うん、まあまあでも気合入ってますね。え、いやもう楽しみだな、はい、本当12月12日待ち遠しいんですけど、うん、メッセージもいっぱい来ておりましてね、ラジオネーム TOKIO とか、はい、アツミンとかワクとかも来てるし、あとはラジオネームムー、あー、いっぱい入ってくるな。お、ありがとう、ね、ありがとうございます。すごい、見て見て、ランディースマイルも来てるし、ランディースマイルたくさんあります。ランディースマイル、クランベリーウサギはやった、スーパービーバーさんだ、楽しみにしてました、嬉しい、お帰りなさいって10代からも、ただいま、嬉しいな、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。いやすごい、なおも最近ビーバーに親子でハマってます、ライブ楽しみにできてるな、うんうん、やったー、嬉しい。あ、私のメンバーはビーバーのラシスターに10代からリクエスト来てるでしょ。うん、すげえ、10代パルコからも、ライブ夢番地行きますって来てるし、わあすごい、ユリとかカオリュウとかね、セイピョンとか白玉とかちゃんみとか、すごいすごいよ、すごい、ありがとうございます、嬉しいな、本当に嬉しいです、ありがとうございます。あとスーパービーバーのファンの皆さん、さすがですね、みーちゃんとかナナちゃんは、うん、明日から公開の映画水上のフライトの主題歌がスーパービーバーの一人で生きていたならばですっていうのも宣伝してありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしいですね。こちらの映画の主題歌は何かこう言ったことはないでしょうか。はい、いやもう映画自体のね公開もだいぶ遅れちゃったんで、そうだね、いろんなことがこうどんどんずれ込んでいく中で、はい、ようやく自分たちもすごく公開を待ち遠しく思っていたので、うん、いや、やっとかっていう感じ、よかったっていう感じがすごく強いです ね、 ね、はい、明日僕も劇場で見ます。本当ですか。もちろん、もちろん見に行きますよ。ありがとうございます。嬉しいやんか。ぜひ皆さんも劇場でね、スーパービーバーの大音量でね、大きいところで聞いてほしいなと思いますよ。さてここからはいつもやってるコーナーなんですけど、はい、月1コーナー、スーパービーバーのやっぱこれだね、はい、これね、毎月クジラから届いた2択について A 肌 B 肌と素敵なおじさんたちが語っていただくコーナーなんですけど、はい、なんてこと言うんですか、はい、いやこれだってほとんど素で語ってるよね、めっちゃ楽しそうだよね。もう本当に素以外の何者でもないですね。え、柳どうですか、この2択をいつもみんなでメンバーで話するってのは、はい、これね、前回のクジラ動物園からこう引き継いでこのコーナーやってるじゃないですか。で、なんか2択っていうシンプルさっていうのはね、ものすごく盛り上がりますよ、うん、クジラ動物園からもずっと楽しかったので、はい、その勢いそのまんま
やっぱね、意外とね、はい、揉めるんですよ。揉めるごめんなさいね、なんか揉めさせて。あ、いやいや、楽しいんですよ。ねえ、いや、ほんとそれがね、つった俺、だって、多い時は十何分ぐらい喋ってますもんね。そうですね。そうですね。めちゃめちゃ忙しいのにね、クジラジのためにありがとうございます。めちゃくちゃです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、今日はラジオネーム、シルバーミスト10代男の子から。シルバーミスト。シルバーミスト。かっこいいな。はい、いつもは渋谷くんがね、進めてくれるんですけど、今日僕がじゃあちょっと MC として進めていいですか。はい、もちろんです。じゃあいきますよ。はい、今月はズバリ、うん、タイムマシーンで過去に戻れるならどの年代に戻りたい。 A10 代B20 代。あ、二択なのね、そこで。そこで二択ですよ。思った二択と違った。前か後ろかないんですか、ね。うん、俺も過去か未来かと思った。ね、はいはいはい。10代か20代ね。10代か20、今皆さん30代ですよね。はい、そうですね。はいはいはい。じゃあちょっとせーので10代か20代皆さん答えてくださいね。あ、これ A か B かじゃなくて10代か20代かって答え方でいいんですか。はい、大丈夫です。はい。じゃあいきますよ。わかりました。タイムマシンで過去に戻れるならどの年代に戻りたいか。せーの、10代。お、全員10代じゃないですか。10代です。それ皆さん10代です。マジ。おお、え、じゃあちょっと一人ずつ聞いていきますよ。渋谷くん10代ですか。10代ですね。あの、はい、いや基本的に20代の時と感性あんま変わってないんですよね。まあね、そうそう、だから結構その10代の時に、うん、見た景色みたいなのっていうのは、うん、結構もう10代にしか見られなかったっけ、まあ20代も同じなんですけど、はい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 、よりその色が強かったなって思うので、はい、いざこう学生時代とか戻っていろいろ体験し直したいこととか結構あるなって思います。10代に戻っても多分30代はスーパービーバーでいます、うん、いやーどうなんですかね。いやいやいや、本当に結構あのいろんな偶然重なりまくってこのバンド組めたと思ってるんで、あの戻っても組めてる保証ってないしって思うと、いや本当によくここまで15年この4人でやってこられたなって今すごく思ったりするんですよね。うわ、そうそう、ええ話。え、柳はどうですか、10代ですか。そうですね、10代ですかね、うん、いやこれでも本当に10代の方に伝えたいなと思うのが、はい、あの学校行事とかあるじゃないですか、はいはい、体育祭とか、合唱コンクールとか修学旅行とか、これ大人になってから強制的に参加させられる行事ってないんですよ。あ、確かに自分からですもんね、これね。今思うとやっぱり、ね、なかなかできないことをやってたんだなっていう。だってあんな大人数でスポーツすることもうないですからね。確かにね。でそれはあのなかなか今からやろうと思うとできないっていう意味では、うん、10代に戻ってもう一度あの空気感みたいなのを味わいたいなっていう気持ちはちょっとあります。あ、確かに。藤原くんもそうですか、うん、どうです。はい、そうですね、やっぱ20代ちょっと最近と感じちゃうっていうか、まだ、うん、だから戻るならせっかくだったら10代ぐらいまで行って、はい、もうガーッと一気に戻ってみたいなっていう。で、何しますか10代に戻ったら。いやまあけどやっぱその今言ってた学生の頃とか、あの時しか味わえないこと本当にたくさんあると思うんで、うん、その時では気づけなかったから、はい、それをちょっと取り戻したいみたいな今日はあるかもしれない。取り戻したい。取り戻したいよね。少しだけ取り戻したいかもしれない。上杉君はどうでしょうか。いやでも本当藤原と一緒で、はい、20代ってちょっとこの前までだったっていう、うん、なんかちょっとおこがましいかもしれないですけど思っちゃって、はい、やっぱ昔って言ったらまあ10代の方かなってなって、うん、まあ、やっぱ学生生活とかもう一回やりたいなとか、まあもう一回やるって言ったらねすごいカロリーだからね悩むところですけど、なんかでもやっぱすごい楽しかったなとか思いますよね。いやもう本当丁寧に答えていただいて、ただ俺気づいたことがあります。やっぱりこれはスーパービーバーの4人だけでやった方がいいコーナーですね。なんでですか、なんでですか。ふざけなくなる。ふざけなくなる。俺が入ったらちょっと真面目に答えてくれるから。あのね、ふざけることは可能だったんですよ。はいはいはい、ただこのズームっていうね、あ、まあね、若干のタイムラグが、少し発言をビビらせますね。みんな別々のとこいますもんね。それぞれのね、柳沢、藤原、上杉喋ってる時にちゃちゃ入れたい瞬間いくつもあったんですけどね。ちょっと我慢しましたね。大人になられましたね。
はい、本当に頭覚えましたよ。じゃあもうちょっと次回の2択からはバンバンもちゃちゃ入れまくりのやつまたよろしくお願いしますね。わかりました。お願いします。ラジオネームゆうことかみーちゃんとかかずそらとかね、きのこくんとかね、きのこくん、前この間もいじってくれた。あとまめくまとかさおりんとか、いっぱいスーパービーバー大好きですとか、みどりさんも来てるし、突破口へのリクエストこの後いっぱい来てるんで書けるんですけど、はい、じゃあちょっと最後に一言ずつもらおうかな。12月8日9日は横浜アリーナ 2days 生配信ライブあるし、その後は12月12日広島の結びの広島がありますから、うん、じゃあ、はい、どうしようかな。じゃあリーダーから行こうかな。リーダー、はい、最後一言いいですか。はい、もうとっても楽しみな広島のライブが決まってるので、もう今からいっぱい準備して満を持して広島行きますんで、本当に楽しみにしててください。あ、待ってるからね、来てくださいね。はい、じゃあ藤原くんお願いしていいですか。はい、ライブも今年広島行けたりとかもあって、こうやってラジオ出させてもらったりとかも、本当に感謝ですし、またこうやって何度も何度も広島とこう関わっていけるように僕らも頑張るんで、これからもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ柳お願いします。はい、そうですね、まあ、リクエストいただいてるみたいに、まあ今年も、まあ、リリースはできましたし、楽曲も出せて、まあ、この後我々も配信ライブをやったり、そして広島でライブもあるので、うん、なんかどん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 この作品も楽しいこと一緒にやっていけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。ラジオネームブルーサンダーさんとかもね、他にももうスタジオの外にいっぱいメッセージ来てるんですけど、うん、もう広島は僕はビーバーの地元だなと思うぐらいみんながみんな応援してるんで、これからもちょっとよろしくお願いしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ渋谷君最後にいいですか。いや、なんでワンクッション挟んだんですか。いやもう満を持して感が強すぎてね、こういうの苦手です。だいたいいつも、うん、4人でコメントするときは、はい、僕が回すことが多いんで、藤原を最後に持ってくるんですよね。そうそう、いつもね、藤原を散々パラいじめてたツケがね、ここで回ってきたのかと思ってね。不安そうな顔してた。うん、面白いことってなかなか言えないんだなと思いました。面白いことじゃなくていいよ。いや、本当にこうやってラジオ出させていただくことがなんかすごく嬉しかったりするんで、うん、ぜひスタジオ行って、はい、オークボックスさん交えて、はい、二択やりたいです。そうですね、その時渋谷くん回して俺も二択の方答える方行きたい。あ、本当ですか。いいですね。はい、これ絶対5人だったら割れるんで。あ、確かにね、割れる。確証ないか。確証ないわ。確証ないわ。全員そんなことはしないから。うん、そうだ。うん、もううまいこと言えないんで大丈夫です。じゃあ広島で待ってますんで、12月12日一緒にぶち上がっていきましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。今日は本当に心からありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは勉強頑張ってる、部活頑張ってる、恋愛頑張ってる、今を頑張ってるみんなにこの曲を届けたいと思います。曲紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、それでは聴いてください。スーパービーバーで突破口。うわ、もう今日さっき言いましたけど、まあクジラジチームというか広島を代表しています。スーパービーバーが大好きです。あ、みんな声聞こえなくなった。喋っていいんだ、喋っていいんだ、喋っていいんだ、じゃあねー、さよなら。